な。つぼいゆうすけさん、ゆきかぜさん、のりくんさん、ありがとうございます。6月は帰る。カズリンさん、良平さん、カープさん、ツーマさん、広重さん、美容師みたいなクレチーさん、ありがとう。おはよう。さっき地震がありました。おはよう。仕事行ってくれ。行ってらっしゃい。ファイト。プーさん、ありがとうございます。おはよう。ゆうた、たむちゃんさん、ありがとうございます。透明感、うそ。ディズニー行きたいね。ハムエッグ定食いいな。宝さん、ありがとうございます。おはよう。透明感ありすぎて、いやいやいや、今口も塗ってないけん。はよ、ハマチャさん、ありがとうございます。いっぱい満ちれる、ほんと今日はミシの配信の土が来た。うん、ブーさんいるよ。おはよう。ナチュラルリップさん、七並べのイベントが始まりますね。朝マックしながら。朝マック、今月は101位でした。あ、今日読むんです。七並べの順位読もうと思ったんですけど、あの黒板とか忘れちゃって、アトラクション混んでなかった。わかんない。混んでる、どんぐらいだったら混んでるっていうのかわからんかった。50分入りとかもあったけど、5分入りも、5分、ん？ 50 分待ちもあったけど、5分待ちもあったから、混んでるやつは混んでたのかな。ぼちぼち頑張ります。皆さん頑張りましょう。あきらさん、ありがとうございます。七並べやろう。まあ、空いてるんだ。ビッグサンダー乗ってないんですよ。とスペースマウンテン2回乗った。キヨ兄さん、ダムさん、ありがとうございます。
カリブの海賊とコラボね。コラボってどこで出ていけばいいんじゃない。おはよう。地震わかった？わかった。ちょっと起きとったけん。今日から死ぬで道を締めにした。ありがとうございます。コンビニで仕事をさらって。ありゃりゃ。スペースマウンテン楽しいけど怖かった。鉄骨に当たりそうで。うさたま右左右うさたまダンスってやってた。しょうさんありがとうございます。プーさんかわいいよね。自信ね。ひろくんさんありがとうございます。道ジェットコースターで手上げれる人ねー。あれは無理。それはスペースマウンテンは怖い。でも鉄骨見えてるやつだったら緩やかな時ならいける。しょうさんプーさんありがとう。ボーはボーだよ。セリアさんありがとうございます。未知のシークレット久々に弾けたから。まだ荒れないよね。まだ荒れないよね。一押しガチャみたいなやつ全体のうちで手に入れたんですか。すんごい。鉄骨恐怖症。いや違いますよ。ベンゾーさん、まさひかみじまのカズさん、セリアさんありがとうございます。スペースマウンテンは怖くない。うん、ダメだよあれは。手足を出しちゃダメって。うん、全体ので2枚引けた。いいな。1枚ちょうだいよ。右左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 ダンス。ちぎれる？はよ。プーさん、プーさん、プーさん、ありがとう。ボーボはボーだよ。君もプーなの？洋平さん、ありがとうございます。スペースマウンテン、電気つけて乗りたみが深い。うん、やってみたい。大量の札が貼られてる。本当？本当？はいよ。今日はあの道行ってくる。なんでなんで。二度寝しよう。もうね、結構寝ました今日。一押しガチャでシークレット2回。あー、でも一押しガチャで私のシークレット出てさ、イチゴ持ってるやつよかった。右左右うさたまダンス。いい夢見た。ね、覚えてないんですよね。夢見たけど。ハンテッドマンションの入り口の石の中に本物の宝石が紛れ込んでいる都市伝説。本当？はいよ。プーさんのヘアバンド僕も欲しい。似合ってた？
喉足大丈夫。はいよ、ナナさんとニニに楽しんでください。なんかホーンテッドマンションでなんか本物の幽霊が出るからみたいな都市伝説を聞いたことあったけんさ、めっちゃ本物はどれだ本物はどれだって探してました。あの、自分後ろ向きが苦手なんですよ。アマゾンさんありがとうございます。ディズニーと自然説怖いって分かってるけど調べちゃう、道分かる。私もかわいい。ホーンテッドマンションには999台の幽霊がいて、1000体いたら本物がいるって話でしょ。あ、え、あの間に999体見えてるの私たち。ホーンテッドマンションのガラス瓶の中の美女に話しかけると答えてくれることがある。本当？あれすごい、めっちゃリアルですごいよね。きょうちゃんさんありがとうございます。証明写真撮ったことある？あるよ、高校入試の時に。かしょ、幽霊好き？うん、別に幽霊好きじゃないけど都市伝説怖いから。怖いのダメな人はダメ？ダメじゃないでしょ。怖いのはダメですよ、本当は。フールしてない。地下にカジノがある。本当？はいよ。それやばいじゃん、かけ狂いじゃん。キャラメルポップコーン、ポップコーンの味の種類がすごくてすごかった。ラッチャンさんありがとうございます。世にも奇妙な物語、いつ？夢の国にはなんで鳥が飛んでないんだろうね。え、めちゃめちゃいましたよ。声がいちごプーさんやレモンプーさんなくなったの？早いね。昨日から村出に返信してる、ありがとう。はるきさんありがとうございます。地震大丈夫よ。唇がね、唇が薄いね。ゆりやさんお誕生日おめでとうございます。
皆さん、ユリアさん、おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうね、おめでとうね、うん、カノンちゃんとか2人もそうだよ、6月8日村便りにアプリで返したらみちゅに届くの遅いんだよね、そうなんですよ、遅くなっちゃう、遅くなった、電車で配信見てて音小さいなって思ってたらワイヤレスイヤホン繋がってなくてバックオンで車内に流れてた、おーいー、おーいー、アプリで返すとどのくらいタイムラグある、え、バラバラなんですよね、それもバラバラだから、うーん、答えがたいやな、ハモンさんありがとうございます、ケロスさんありがとうございます、タピオカアイスもう売ってなかった、本当？食べたいんだけど、今盛大にスピーカーで道の声を車の中に、車ならいいや、唇が生き返った、でもなんかダークになっちゃった、パジャマでドライブ、月明かりも道案内に同じ感覚と恋の秘密のデート、パジャマでドライブ、恋だ信じられない、私はどうすればいいのよ、おー真っ青な空を見上げて、イシケンマシンさんありがとうございます、誰かのこと思ってますか、今すぐに、ゆうちゃんさんありがとうございます、会いたくなった誰かいるっていいね、神奈川先言わないでよ、先言わないでよ、いいね、おみちとドライブしたい、ハムチェさん、姫シャラさんありがとうございます、大切なもの見つけた時は君に分けてあげたい、トゥ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 、47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう、大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる
ゆうちゃんさんありがとうございます。櫛で頭しばかりたい。くそ、いつはスモールワールドってまだあるの？ありますよ。でもなんか改装してた。いつはチームメイト受けたりした？受けました。広島今月の7なので頑張りますね。ありがとう。広島、ひろくんさんありがとうございます。神奈川、20歳までだから今は無理。今行きますよ。まだ20歳じゃないもん。あとちょっとだけど。みちは STU が。なぜ？そう考えると今 STU ないっていうのも運命感じ。僕たちのスピン、ハモンさんありがとうございます。口は抜ける。僕たちの窓なりしようぜ。シークレットスブケツ、サトシさんありがとうございます。これが愛の結晶さ、長い時間かけながらもっと好きになって、形が生きていく。土曜やのに学校ビーディーマンさんありがとうございます。6月のカンガルー、僕の中には君がいる。寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい。何も言わなくたってわかり、やりたい。考える、楽しかった。めっちゃまさき神島のカズさん、福の神さん、福の神、福の神さんありがとうございます。ミルキーが専門って、そうそう、12月のカンガルー STU でしたことあるんですけど、その時ミルキーさんポジションだったんですよ私。だから
嬉しかった。三谷君仙人さん、ありがとうございます。今日も可愛い。ほんと？かのんちゃんとあちゃんとみちの制服レジスタンス。お、チャコキチさん、ありがとうございます。なんで嬉しかったの？ミルキーさん好きだからですよ。トゥトゥルトゥトゥン、お久しぶり。朝ごはん食べてない。エクステッドネイルで武装してるか。トロンさん、ありがとうございます。エロみがちょうどいい。私セクシーですよ。誰かの説教を監視している。やりたいことなんかあるわけないしね。セクシーコマンド部。何？コマンドって。過去にいたって意味なんてない。卒業したらどうなるんだろう。親たちは興味なさそうだし。毎日今まで眠るだけ。私は抵抗するものはなくなる。心も制服も脱いでしまったら、歯向かう相手が見つからない。みんなと同じように大人さえも。セリアさん、ありがとうございます。未知のパフォやりたい。今日暇？暇じゃない。雰囲気がミルキーさんに似てると思う。ありがとう。おはよう。にじまさん、頑張ってセクシーにしてるところが。いやいやいや、頑張らなくてもセクシーです。トロンさん、ありがとうございます。セクシー担当。そうそう、マモレンさん、ありがとうございます。踊り方ミルキーさんに似てると感じるとき結構ある、たまに言われます。にじまさんのリリーベ誘われました。リリーベなんだ。行くんですか？ふーちゃんとの黒い天使の絡み。あ、超セクシーな。
オムライスさん、広重さん、ありがとうございます。セクシー、ディアチェイ。顔がセクシー、うん、お断った、口説かせてくれ。いちご大福さん、ありがとうございます。やっぱ止められない、口説かせてくれ、口説かせてくれ、口説かせてくれ。できん、おごり場の最初のダンスはセクシーすぎる。やりたいな。ウッシーさん、ありがとうございます。いいね。豆柴とうさ耳のしんちゃんさん、ありがとうございます。どうやってフェロモン出すんですか。出ちゃうんですよ、にゃは。山形県酒田市の住民さん、たくっちさん、ありがとうございます。今踊ってた、うん、チュンチュン、出てない。まあそうですよね。嘘嘘。うん。おいおい。ひまわりさん、ありがとうございます。百均のブラシ、そうそうそう、これめっちゃいいですよ。これ本当に良い。これね、絶対いいよ。これ絶対使った方がいいよ、皆さん。これ絶対使った方がいい。コモチンさん、ありがとうございます。これがないと髪乾かす
気持ちになれんもん。会社の女子が使ってる。うっしーよんさんありがとうございます。毎日同じ話題でも串の話してないけどね昨日。好き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 。毎日毎日セクシーセクシー言ってないよ。言ったことないですけど。やめよ。百均の竹製の串。竹の串はさ、椿の油塗ったらいいって言うよね。おもちんさんありがとうございます。タングルティーザー。何それ。何それ。自分もそれ使っとるかもしれん。あれ？カポッとするやつがついてるやつですか？カポッて。カポッて。多分あれやったね。どこやったっけな。止められない、狂わせてくれ。ここになる無事。そわそわの どっかやっちゃった。ここにカポッてするやつがついてるやつ。やりたくー、やりたくー。あ、それ、あ、持ってる持ってる。あれ良いよね。
私は黒になんかラーメンのやつ使ってます。ピンクのブラシ似合う。本当根元にゴムありのブラシ、何それ、初めて聞いた。タングルティー雑務任務、わかんない、なんかいいって書いてたからね。使ってみてるけどね。今日は何時起き、6時ぐらいに起きて2度寝、3度寝、4度寝、5度寝ぐらいしてた。羨ましい？でもちょっと早めに起きたらさ、何度寝でもできますよ。回数を稼ぎたいならね。配信良くなかったから夜に寝て7時に起きちゃった。あ、やりょうごめんね。5度寝も立派な朝活。本当？やった、今日も朝活できた。寝るより君を見てたよ。 ST 発酵醤油、どうなんでしょう。水が浴びたいな。この子は目があってね、ショップですぐ決めました。この子に目があったから、かわいい、ほんとかわいいな、かわいいね。かわいい。のりくんさん、ありがとうございます。目があったら買ってくれるの。そうだよ。ミスターお風呂が、すごい、俺も目を合わせに行って買ってもらおう。何円ですか。うさ、透明だ。昨日の写真の彼女感半端なかった。本当？ディズニーのぬいぐるみ、運命の子選んじゃう。そうそうそう、いつもはね、見て見て見て買うんだけど、今回目があったんですよ。トルルさん、ありがとうございます。かわいい、ほら顔がかわいい、見て、しかも口がかわいい。ブーさん好き。カチューシャは、カチューシャじゃない、
あのターバンみたいなやつ。リリとルルさんありがとうございます。興味プーかわいい感じです。面白い。プーさん眉毛あるよ。ほら、プーさんはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。君が好きだと叫び、怠け者さんありがとうございます。ショーリー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 ショー、これが目じゃないの。違うよ、これが目だとしても鼻の穴には見えんくない。これ頑張れば見えるか。テレッテレッテレッ、かわいい。テレッテレッ、かわいい。なにこのほっぺた、おほー、パンポーン。野沢さんありがとうございます。あなたは死なないわ、私が守るもの。見てこのほっぺたのプニプニ加減、かわいい。ほら、お腹が出てるよ、かわいいね、かわいい。プーさん嬉しそう。ほんと？かわいい。あたいもお腹出てるんだけど、どう？いいね、プニプニしたいですね。夏までに小太りになってグフフ。かわいい、ほんとにかわいいよ。今日から帰りを出迎えてくれるんですよ、嬉しい。プーさんの顔違うよ全然。ちょっと寂しかった。うん、寂しくはないけどね。かわいい。プーさん、プーさんパワーで舞台頑張れる。うん、頑張れる。プーさんの服装風邪ひく。そうかね、布団かけていってあげようかな、出るとき。かわいい。プーさん、プーさんかわいい。大変。プーさん永遠寝てみちなくあります。そうだよ、どうせ
プーさんのぬいぐるみ、それだけ家に、あのプーと大人になった僕の本物のものっていうか原寸大のプーさんが一体と、プレゼントでなんかいただいたんですよ。もう一個はそのプーさんのでっかいやつは誕生日プレゼントね、もらった、欲しかったんです。結構高いの。もう一個のプレゼントでもらった、いただいたやつはあの生誕委員の方々からで、プーさんの人形の足に2000年2月19で誕生日入った。プーさんグッズ大量に届きそう。でも私プーさんにねこだわりがあるんですよね。もうねザ・プーさんっていう感じのねプーさんが好き。このこういうタッチのなんかさ、たまに、なんかこれはプーさんっていうプーさんあるかな。そう、割と幅取る具体的に。ラインスタンプのプーさんみたいなプーさんが好き。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位タケトさん、12位ショウさん、もみじまんじゅう、11位ゆうちゃんさん、10位はるきさん、9位リリとルルさん、8位マモルンさん、もみじまん、7位だだだラムドさん、じゃあのりくんさんだ、7位のりくんさん、わあ。13位たけとさん、12位しょうさん、11位ゆうちゃんさん、10位はるきさん、9位まもるんさん、8位のりくんさん。7位アモゼさん、6位リリとルルさん、4位ダダダムダさん。4位あれ5位ダダダムダさん、4位としゆきさん。これ私の顔に似てる、寝落ちしそうな時の。3位つーもさん、2位三谷きみせんにいさん、
そして1位はデル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 セリアさん。最近の今日の顔もねやばい、いつも変顔してる。そうだよ、みんながすごい顔のアバターを引っ提げてくるので、ふわふわタイムの動画一番可愛かった、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はトゥルルルルルンジャリャン、ヒョウさん、ありがとうございます。ラッキーボーイ、今日もファイトラブ好きだな。うわー、かわいいルフアバター。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイナル部、せーの、エリエリ、おー。それではまたねー。